フランスのオランジュワインコンクールの様子、ベルギーのコンクールモンディアル・ド・ブリュッセルの様子、アメリカの新聞社主催、サンフランシスコクロニクルワインコンペティション2010の様子ワインコンテストは、ワインの競技会。ワインコンクール、ワインコンペティション、ワインコンペとも呼ばれる。ワインコンテストは、ワインの優劣を競う競技会である。日本の場合は、競技会のフランス語のコンクールと英語のコンテストを使い分ける風習が存在し、フランス及びフランス語を文化芸術的とみなしてその分野での競技会にコンクールと記載する慣例があり、ワインも芸術あるいは文化的だとみなしてワインコンクールと記する場合が多い。また、ワインといえばフランスとのイメージからもフランス語が使用される。ただし、厳密にワイン競技会のフランス語表記はコンクール・デ・ビンズであり、フランスでワインコンクールと記載される例は少ない。アメリカ、イギリス、その他の英語圏では、ワインコンペティションもしくは、ワインコンテストのいずれかが使われる。なお、コンクールとコンテストはほぼ同義語であり、単にフランス語であるか英語であるかの違いでしかないため、どちらの使用が正しく、どちらかの使用が間違いというわけでもなく、使用者が言語的にどちらに近いかによって使い分けられている。近年英語圏でのワイン消費量が増えてきており、生産国優先より消費者の利便性優先があるいは、マーケティングの都合などの観点からも、英語での表示等も増えてきている。ワインの格付け自体は、古くから行われてきたが、1930年代の中頃に入ると、格付けの法整備が進みワイン法が、フランスで成立し国が保護するところとなる。しかし、産地が、世界中に広がり、フランスの法律であるワイン法に収まらなくなっていく。ワイン生産国が増え、旧来のワイン格付けに収まらなくなると、各地で新興国ワインと伝統国ワインの格付けを行うイベントが発生した。1970年代に入ると、ニューヨークでワイン競技会などが発足し始め、1972年にはフランス政府が国際会議で提案。国際ブドウワイン機構が始まった。このコンテストは、イギリスワインが世界と比してどれほどうまいか、あるいはどれほどまずいかを確認する動機で作られたため、イギリスワインを世界一位にする必要もなく、また、当初からその意思もなかった。イギリスのワイン生産量は、主要国18カ国の中では最下位である。フランス生産数と比べ、約6500分の1であり、日本の生産数と比べても79分の1である。だが、輸入量は世界第2位という得意な地位を占めており、イギリスで国内生産者に配慮する必要もないことが、各国生産者に好印象を与え、また、1976年のパリスの審判においても中立性であったことや、ロンドンに英語圏全般に影響を持つ、飲食関連出版社が集まっているなどもあり、中立性観点、信頼性、及び商売上のチャンスなどの観点から IWC、あるいはロンドンの他の大会へ出品が相次いだ。2006年に IWC がアメリカの企業に売却されると、デキャンターワールドワインアワードがロンドンでは台頭し2014年には出品銘柄数で見れば世界最大のワインコンテストとなった。現在のワイン業界は消費国の変化、生産国の拡大などを受けて過渡期である。世界一のコンテストと言われるものは存在しない。また、世界三大ワインコンテストとか、あるいは世界五大コンクール、あるいは十大コンペティションと呼べるものも存在していないが、一世を風靡したインターナショナルワインチャレンジ。出品数世界一に2014年に輝いたデキャンターワールドワインアワード、フランスの水省が主導する伝統のパリ農業コンクールなどが著名である。また、ニューヨークインターナショナルワインコンペティションなども著名である。日本も1970年代、1980年代から国際ワインコンクールの審査員などとして招かれるなど、国際的な地位向上し、日本ワインコンクールやジャパンワインチャレンジなどを開催し、世界的な地位を狙っている。ありがとうございます。